おはよう。これ今日の髪型はもう先公開しちゃうね。ここ後ろくるりんぱちてんの。暗い？暗くなくない？大丈夫？大丈夫だね。昨日のファッションショー可愛かったよ、ありがとう。もう手持ち配信だからちょっとね、あれかもしれない、揺れるかもしれないけど、ちょっとそこはご了承ください。ごめんね、ちょっと待って、どうしようかな、撮っちゃおう。おはよう。台風大丈夫だよ。そっちは大丈夫ですか？台風。近くに誰かいるの？ホテルでナナとナナミンとハルと同じだったからあれですけど。でもあれです。でもだいぶ寝たから全然疲れてない。ね、もう寝れば復活するから。大丈夫です。どうも。ななみん出てだって。待ってだって。睡眠はいいよ。睡眠はいいよっていくつが言ってんだよ。今ね、春がちょっと事情で、今何してんの、あの人は。ちょっと今出かけてます。多分ご飯買いに行ったんだね。ななみん出んのかワクワクだっぺ。寝る？おやすみなさい。髪の毛短く、ん？髪の毛、前髪は今さっき切りました。頑張れ、ありがとう。今日どこだっけ、大磯のロングビーチでやるので皆さんぜひ来てください。この髪型でやります。ぜひ来て。今から向かいます。待ってます。結構あったかかったよね、ナナ。うん、うん、私はね、あの袖なし着てるけど、ナナミ七分着てるからね、うん、暑そう。うん、結構晴れてる、きっと。今日30度超えるの？すごいね。泳がない、泳がない、泳がねえぜ。盛岡で何食べた？盛岡で何食べたっけ？あれ食べたね、コアラのマーチ食べたかな。あとはナナミンはコアラ飲んでた。あとサーティワンも食べました。銀だこも、あ、銀だこも食べました。あ、いっぱい食べたね。
銀だこ好き、美味しいよね。盛岡感なし。え、でもちゃんとしたね、あのイオンで食べたんで、イオンの盛岡は美味しいものいっぱいあったわ。私は抹茶のソフトクリーム食べたかったけど、ななみんがいいよって言ったから食べなかったけど。あ、フードコートの銀だこ僕も食べた。おー、一緒じゃん。ごめんね、汚いけど食べ方汚すぎた。ごめんね、ごめんね。メイランじゃない、春雨です。ラーメンは昨日食べました。サービスエリアで。今何時なの？20分ぐらいから始めたよね。30分。じゃあそろそろナナミンがね、来るれば来る時間ですよ。私は醤油を食べました。ラーメンは食べてる？私食べてないですよ、もう。新しい MV 年少組可愛かったね。年少組ってどこまでが年少なんだろうか分かんねえ。2人？ 3 人？スープから麺から、私はチャーシューから行きました。いらっしゃいませ、おはよう。夏美ちゃんかわいい、ありがとう。おすすめのコスメ教えてほしい。ななみんだってよ。コスメ？うん、お、すっごい必死になって考えてくれてるよ。誰？これだって。自分で宣伝しないよ、どこがいいのかとか。こっちだ。ハイライトです。ハイライトだって。セザンヌだってよ。セザンヌだってよ。安倍さん。安倍さん。安倍さん、セザンヌ。ねえ、今日ななみんかわいい。見とれちゃいますよ、今日ななみんは。だるだるいだるそうだったよ、ななみん。だるいだるい、絡むのだるい。ちょっと待って。じゃあもうちょい待ってあげましょう。ナッツに見とれてもいいですか？どうぞどうぞ。おっす、おっす。昨日のファッションショー歩き方緊張してて可愛かったです。いやー、それは初めてにはしょうがないよ。今日の髪型は2つ、ここくるりんぱしてる感じかな。はい、
髪短いのも似合うから可愛い。ありがとう。こんにちは。こんにちはっていう時間じゃなくない？こんにちはっていう時間？10時だからこんにちは。おはよう。いらっしゃいませ。髪の毛長くしたことある？ありますよ。私結構一時期ずっと髪長かったです。昨日のイベント髪ってました。私も楽しかった。めっちゃコールしてくれてありがとう。ラブコチの MV 可愛いよね。あれめっちゃ可愛い。超好き。ていうかあれだよね、私服が持参というね。あれ私この前愛理ちゃん、山本愛理ね、山本愛理ちゃんがね、あのミュージックビデオの服を着てたのを見たことあるんだよね。収録はただただかっこよかった。めっちゃ良い。みんなミュージックビデオめっちゃいい。チーズドッグ食べた？食べました。めっちゃ美味しかったね、うん、あのナナミンは3回目？3回食べたの？お店で食べるのは3回目。お店で食べるのは3回目で、私は2回食べたんですけど、お店で。美味しかったです。めっちゃね、うん、ファッションショーの早着替え大変だった？別にそん、うん、なんかまあ普通って感じでした。チーズドッグ食べたい。めっちゃ美味しいよ。ぜひ食べてください。でもなんか裂けるチーズ、中裂けるチーズだったら美味しいみたいだよ。裂けるチーズで周りになんか塗るやると美味しいみたい。なんか TikTok で出てた。へえ、超一言じゃん。お祭りでしか食べたことない。なるほどね。私最近チーズドッグという食べ物を知ったんだよ。でもめっちゃあるよね。 TikTok の話ですか？もうやめてくださいよ。本当にあれ全然ダメだったから。ナッツの準備 OK？ 私全然準備 OK です。あ、でも家であれ食べた、チーズダッカルビ、タッカルビを食べた。超美味しかった。あ、ごめんね。チーズタッカルビ食べた。めっちゃ美味しかったよ。なんかそう、なんだっけ、チェダーチーズと、チェダーチーズと普通のチーズ真ん中に置いて、横野菜炒めみたいな。全然わかんない、あれ作り方もわかんない。お兄ちゃんが作ってくれたから、だからそういうのが食べて食べました。ななみタピオカ好きだって。好きです。卒業、タピオカ卒業しましただってよ。いやでも最近飲まなくなったかもしれない。え、何言ってんの。私がクレープ食べてた時に飲んでたしょ。そうだけど、東京にいる時は毎日飲んでたの。あ、最近もう飲まない。あんまり。あ、なるほどね。だそうです。ネイル自分でしたの。いや、これでメイクさんにやってもらいました。なずみちゃんのツッコミ面白い。ありがとう。かなみんが見たいです。タピオカ美味しい。タピオカブーム終了だってよ。終了しました？まあ、ちょっと説得力あるよ今ので。今ね、ある飲み物を飲んだんだよね。何あれ？
オロナミン C だよ。オロナミン C 飲みながら、タピオカ卒業、うんって言われたら説得力あるね。ゴンチャで好きなフレーバーある。むせる。ゴンチャで好きなフレーバーある？うん。いろいろ？ウーロンミルクティーだって。私あんま飲んだことないからわかんないの。タピオカも、うん、タピオカも終了。そうらしいよ。いやー、なんであんなにさ食べて太らないのかがわからない。羨ましすぎるよね。ねー。何時に起きたの？私は6時ぐらいに起きました。ナナミンは2時間後の8時ぐらい。さっきハルルも起きました。いいよ、もういいよ、寝る。あー、おはよう。おはようございます。めっちゃこれ微妙に微妙にうるさい、この服2人とも。天使だって。おはよう。おはよう。ななみん来ました。いらっしゃいだってよ。さあ今日の意気込みは。ほら可愛いってよ。服似てるんじゃない。ちょっとね、ちょっと大雑把なのが私なんだよ。大雑把。チェックの柄が。そう。え、なんだっけ、72さんと77さん逆だったっけ、うん、77さんと72さんだってよ。よかったね。うん。ほら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 。ほら、もうさっきまで、さっきまですっごいゆっくりだったのにコメントがもう走り出した今。阿部ななみ。今日キメキメ。なんかもめ。うん。何？喋っていいよ。ずっと喋んな。ずっと喋んな。なんでもないよ。ずっと喋んな。今日どうですか？ねえ、ねえ、逃げた。阿部かわいい？ラスアイよろしく、楽しみだって。ラスアイ。ラスアイよろしくだってよ。楽しみだって。今日どるの？お楽しみ？うん。だそうです。ほら、また夏美の夏の字違うよ。だな。でも七海の美の字もよく間違われるよね。間違えられる。美しいに間違えられる。うん。はるかの春の字も間違えられる。うん、はるかのかの字もよく間違えられるよね。私たまにね、はるか鈴木はるか春夏って書いてある人見たことある。はるか。お、惜しいっちゃ惜しいんだよなと思って。もうラルーチェの MV 毎日見てる。ありがとうございます。昨日はしゃいでたよ、ナナミンが。なんでね、すごかったね。もう本当だよ。こっちのセリフだわ。とか言いながら寝言寝言言ったの。寝言寝言とか言って。よく寝れた？寝れた、めっちゃ今日寝れた。めっちゃ寝れたね。私もね、一回起きなかったよ。4時ぐらいから1時間に1回起きたけど、それ以外は起きなかったです。春は？春はね、寝すぎたよ。ね、だってね、起きなくてさ、声だらけ。え、だってナナミンって言うから、うんってナナミンが言ってたら寝てるんだもんね。びっくりした。ナナミンとミータンだ。ナナミンとミータンが顔ちっちゃくて細くてインスタ映えとか言って寝言めっちゃしっかりしてたね。うん、ね、でも私ね、安心して安心する人と寝ると寝言する。おお。
うまくまとめたようだけど寝言してることには関係ない。初めてね。ねえ、サンドイッチ食べたい。いいよ、食べない？うん。食べな。ほら寝言すごいってきてるよ。可愛いでしょ。可愛いでしょだって。え、何これ何個入ってるの？普通4つぐらいでしょ。自由なんですよ、はるちゃん。これ3個一気に食べるの？ねえ、ちょっとその食べ方おかしいでしょ。違う違う、くっついてるんだってば。ほら、あげる。あ、ほんとだ。食べる？いらない。じゃあこれ食べるね。うん、食べな。今も寝言かな、だって。ちょっと今の寝言だったらしい。ちょっと歩いてきたからちょっと怖かったね。うん。ハルルン天然説。今食べてるから。いやでもね、ラルーチェ全員天然だよね。そう？は？あなたも天然よ。うん。すごい隠そうとしてるよ。まあラサよろしくで分かってくと思うよ、あなたのキャラが。頑張って。顔が暗いね。朝だよ。朝は顔暗くしちゃダメよ。もうちょい着なさい、あなた。ななみに塩対応、うん、ねえ、そういうこと言わないで。確かにそれはちょっと疑問だわ。ななみんのバンジージャンプは忘れられない。どうだった？楽しかったよ。え、もう背面が楽しすぎる。次何やりたいの？スカイダイビング。やりたいでしょ。うん、 100m のとか言うのかと思ったらもう全然違ったけ、だがびっくりしたよ今。あれよかった。だってじゃあ今度は。でもスカイダイビングって速くないでしょ。うん。すごい余裕っぷり。早いよ。早くないよね。でも空だよ、空。空だっけ、なんかさ、浮いてる感じじゃん。あ、そうなんだ。いやだ。そうだっけ。やったことあるみたいに言うなよ。その動き無理。強いな、だって。罰ゲームどうだろうね。絶叫系好きなの。ハルルも好きだよね、うん、ジェットコースター乗りたいって言ってて、あのジェットコースターの動画見せたら、え、これジェットコースターじゃないでしょって言って。ジェットコースターだよって。あのこういうやつね。なんていうのあれ、ん、めっちゃ、もうそう、めっちゃ90度に曲がって上に上がって、なんか富士急の高飛車みたいな。うーん、わかんない。わかんないけど。役者のフランスバージョン。あれ、ロシア。あ、ロシアバージョンって、ね。違うよ。ね。うん。違うって。フリー。お化け屋敷は好き？え、私ね、驚き系が好きじゃないの。どういうこと？びっくりする系好きじゃないの。好きな人いないと思う。なんか脅かされるのがすっごい嫌い。あ、ハンバーグ。あ、ハンバーグ。絶対言ってたんだけど。食べる、ハル、食べる。私ハンバーグ作ってたの忘れてた。なんか熱湯に5分ぐらいつけてればいいみたいな。あ、じゃあもう終わりだって。皆さん、じゃあありがとうございました。バイバーイ。ほら、ナナ、はい、エンディング、バイバーイ。バイバーイ。ハルは出ないの？バイバーイ。バイバーイ。